県は新型コロナの検査を六百十七件を行い、新たに三百三十一人感染していることが分かりました。自治体別では、金沢市が百七十八人で、全体の五割以上となっています。一日あたりの感染者は、十九日連続で、前の週の同じ曜日を上回りました。また、今日発表された感染者のうち。 経路がわからない人は268人で全体のおよそ8割を占めています年代別では20代以下が全体の4割以上となっています